十和田東線、国鉄バス、東北自動車部北福岡営業所が担当し北、福岡十和田区間を運行していた路線の名称。JR バス東北が、八戸駅十和田区間を運行している路線の愛称。下記を参照。十和田東線、おいらせ号十和田東線は、青森県八戸市と、同県十和田市十和田湖畔の十和田湖駅を結ぶ、JR バス東北が運行する路線である。愛称は、おいらせ号で、当期間は運休となる。従来、八戸十和田湖間では、十和田観光電鉄十和田湖観光線が運行していたが、知名度の低さと八戸駅を経由しないなどの利便性が悪かったことから2000年の運行をもって廃止された。2002年12月1日の東北新幹線、八戸開業に合わせて、当期間の十和田湖への利便性を高めるため、十和田北線から分岐する形で路線が延長され、運行が開始された。この区間では、地元事業者の重鉄バス、南部バス、385バスが会員制バス活載と、和田湖号の運行を同時に開始したが、十和田北線を運行する JR バスの知名度や、東日本旅客鉄道発売の特別企画乗車券で乗車可能にしたことなどにより、利用状況は好調に推移した。運行開始当初は、八戸駅から十和田湖温泉郷との間に、バス停がなかったが、2008年4月1日、新たに途中の3カ所のバス停を設置し、利便性をさらに高めることとなった。近年の冬季における乗客減少の影響などにより、2014年度から当期間は運休されることとなった。はやぶさカラーバス2021年は4月13日から11月7日まで運行され、毎日1往復運行されたほか、4月13日から22日までと、6月4日から7月6日まで、それに9月7日から11月7日まではさらに1往復加わり、2往復運行された。基本的に、八戸駅で、東北新幹線はやぶさに接続する。うち1往復については、東北新幹線、はやぶさ号運行開始に合わせて投入された、新塗装車両。はやぶさカラーバスを使用して運行される。2010年12月4日、現在八戸駅西口六甲十和田市現代、美術館、おいらせロマンパーク十和田湖温泉郷焼山から、石形根の口、うそんぶ十和田湖。ありがとうございます。